や、なに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 、どうした、いや、なんだよなんだよ、なんだよ、手叩きたくなっちゃった、いやいや、アホだろなんだよ、はいはい、ファンミやりまーす、じゃじゃーん、これはセカンド動画ですかね、これはもうセカンドです、セカンドですね、はい、まあ、ゆるく、はい、はい、ファンミーティングをですね、6月の24日にやります、はい、ギリギリです、じゃあ、あのメインチャンネルではあの動画の後の方のお知らせでやったんで、うん、ああ滑り込み、あそうそうそう、後と後告知パターンでやったん、ね、そうそうそう、はいはい、あので今は、はい、もうまだ一応チケットがちょっとあるみたいなんで、ガチ告知ね、そう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 、うん、遅いねいやメインでやろうかなと思ったんですけど、遅くなっちゃったね、遅くなっちゃだったらセカンド早めに出してきてくれたね、そうです早めに最初からセカンド出してはい、6月24日日曜日の、ね、はい、朝になっちゃうんですけど、はい、我々あのファミリーティングやらせていただきます、ルームのねイベントで、で、あきくんっていう、うん、あの仲良しのね、うん、動画作ってるの YouTuber の人なんですけど、うん、と一緒に合同でファンディにやります、うん、はい、うん、で、うん、一応その詳細はこの動画の概要欄から、はい、お願いします、見てねー、はい、ね、多分当日はいろいろそんなにお互いの企画やったり、うん、あとはそのハイタッチとかね、うん、そのやったりだとかするみたいです、ハイタッチってどういうのこう、そう、ここかな、こう、そうそう、一人でやってると全然ハイタッチ感はないけど、お客さんとハイタッチと、はい、皆さんと、はい、これはロータッチだね、これね、いやロータッチかは知らんよ別に、いやいやロータッチ、ロータッチって言わないでしょだって、ミドル、これちなみにミドル、ミドルとかし聞いたやるのはハイタッチ、いやこれ大抵こうだ、大抵ローはしないよ、なんでこの位置でロータッチあるかもしれない、ロータッチはなんか危ないよ、ミドルタッチ、危ないよ、ミドルタッチもあるから、今回はハイでいいのです、はい、今回は、今回はハイタッチ、大抵ハイです、今回は大抵のタッチはハイです、そうですか、大抵のタッチはハイです。ロータッチは危ない方に、ね、ロータッチは危ない、ちょっと危ないハイタッチですね、セクハラになっちゃうから、ね、そうですか、ね、危ない、お尻触っちゃうから、ね、じゃあハイタッチですね、基本はハイなんです、今回はハイタッチ、今回やるのはハイタッチハイタッチやります、ハイタッチ、あとその生質問コーナーおあのやるみたいです、おあの皆さんからの質問を受けつけてあのさせていただいて、うん、で我々はそれその生で答えると、朝何食べたんですかとか聞いてくるかな、全然聞いてもらっていいけど、ね、いいのかなもったいなくない、だいぶその質問なんでなんでこのアロハはどこで買ったんですか、あ、まあそういうのあるかもね、じゃあ今言っとくね、言うなよ言うなよ、言っといた方が一個潰すなよみんなの質問、なるべく削っといた方がさいや、ね、当日 ね、 やっぱりね、もっとあのいっぱい質問できるからって それ親切なのか、生でハイタッチ派ですかロータッチ派ですか、いねえよロータッチ派はだからローのやつ見たことない俺、タッチローでやってるイエーイイエーイイエーイじゃねえ、イエーイってやるから分かんないローで、だからそれがハイだよ、だからまあそれね、質問コーナーやったら、あ、質問コーナーですね、はい、はい、で向こうのだあきくんの企画、あ、企画、うん、と、あ、我々の企画、我々の企画、これまで言わないといいんだよ、当日発表じゃないんだね、やっぱり、うん、秘密の方がやっぱりワクワクするでしょ、そうだよ、ゾクゾクするでしょ、何やんだろう、ドキドキするでしょ、ドキドキ、全部持ち出さなくて、全部ジクジクする、ジクジクはしない嫌なこと言われたぞ、それジクジクするの、そうだ、楽しみにしていてもらってね、楽しみに、そうですね、はいはい、あのやるの、なるほど、はい、で、あとあのプレゼントはね、あの受け取れるみたいです、お、皆さんありがとうございます、ありがとう、なんかこれ自分たちから言うのってさ、プレゼントね、持ってこいって言ってるみたい、実はプレゼント受け取れるみたいなんですよ、今回お前ね、箱があるみたいなんでたくさん入れてね、いやバカかだからそうなるのを、やそうなっちゃうよねって言ったら、そうするのよ、できればあのロレックスとかがいいんだ、バカなんだバカなんだもうダメだよそんな高価なもん、俺らも焦っちゃう、いざ本当にもらっちゃったら、ロレおぉすごい、ロレックスの時計ってなっちゃうから何十万もするやつ、いいそんなんじゃないです、そういうんじゃないね、あのプレゼントもしあの手紙とか全然ボタンでもあの受け付けられるみたいな、手紙くれたらね、やっぱお手紙やっぱりパワーもらえますんで、すぐ燃やすタイプ、すぐ燃やすタイプクソ野郎そんなやつ YouTube やるなちゃんと読んでね、ちゃんと保管させて、ね、ちゃんとあの全部今までずっとあの、うん、撮らせていただいてるんで、本当お手紙はパワーになりますんで、うん、ぜひあのあればねよろしくお願いします、うん、はい、でまあ東京になっちゃうんですけどね、うん、地方の方ちょっと申し訳ないんですけど、一応今回は東京で、ね、23区かな、はい、23区ないかな、まあそうだね、23区ないかな、どこだ、あれ場所どこだっけ、池袋、私はそうじゃないちょっと忘れちゃったお前もふわふわっと池袋とか言ってたけど、池袋ちょっと詳細は見てください、ね、見てね、そこら辺乗ってるからね、はい、で我々が朝なんですよね、ちょっと申し訳ないですけど、そうだね、10時か10時半から10時とか11時とか、そこらふわふわしてるんだよね、俺らがまだ分かってないギリギリなのに分かってない、本当はダメなんだよね、あの朝の入り時間は分かるんですけど、そうだ、ね、朝はもう本当早く入るっていうのは分かるんですけど、あんまり言っちゃダメでしょ、これも、そっか、そうだ、あんまり言っちゃうと怒られちゃうから、そうだね、そうだね、ちょっと早い時間、ちょっと早い時間入る、もしね
で前入りとか遠い人はしてもらえると嬉しいね。ああできたよね。で前入りしてもらって、うん、してもらってしてもらってうちを見てもらって、うん、ワンピースタワー行ってもらって。ああいいじゃないですか。そうそれいいよ、すごい。ジャンプ店とかもやってんのかな。ジャンプ店はねまだボリューム2だからワンピース、あまだワンピースの回とかはない、ね、あでもドラゴンボールとかあるから、ね、ワンピースタワー行ってもらって、うん、で最後は飛行機で帰ってもらうと、うん、このね最良のパッケージプランを今僕考えましたんでこれを3万円ぐらいで販売しようかと思います。いやいやダメだよ、勝手にお前がやっちゃう。おめえに権利ねえんだよ、お前。ツアーパックだからこんなギリギリで申請絶対通るよ、もしやったらしよ。今週の話だから。ツアーパックでね、今週の話だよ。あそっか、はい、まあまあまあね、そういう感じで、ね、まあやれたらいいですけどね、来てもらえるとね、はい、あんまり最近久々だからねこういうのやってないもんね。そうだね、いつだ最後やったの。マジでね2016年の終わりだと思うんですよ。あファンミーティング自体はね。あでもあの渋谷で握手会やったよね。あきくんとかサンダーさんとかあのいろんな方々と一緒に、まあ、渋谷で握手会みたいなのをねやらさせていただきました。でもほんと久々じゃない。、うん、久々だよね。そあユーフェスか。あユーフェスだね。ちょっとあったぐらいかな。そうだねそうだねそうだね。まあでもほんとにこういう系のね僕らだけメインっていうのはあんまりないもんね。うん、まああきくんもいるからね。そう久々だから。何なんだよ、さっき久々。ひたすら流してる。ひたすら流してる。疲労までやるよ。わけが分かる。急な久々。だからね、来てもらえてほしいですね。嬉しいですね。うん。はい。そんな感じですかね。内容はそんな感じかな。はい。うん。なんかね、ないですか、せっかくだから。いや、もう、それは来ていただいたらすごい嬉しいですよ。来てよ、みたいな。そうそうそう。ぜひ来てね。全部言うな。俺が言おうとしてんだから言うんじゃないよ。なんでお前は全部言うなんかないのって言われて喋り出してんだからあるんだよ。喋り出してんだから。それない人にやるやつだから。うーん、絶対人にやるやつだよ。それ俺喋ってんのにお前一緒にゴーゴーすんじゃねえ。ゴーゴーすんなと伝えてて。まあ久々なのであのぜひ皆さん会いに来てください。はい、お願いします。一応まだあんのかな、ちょっとあんまりその詳しい枚数ちょっと我々も分かってないんですけど、ね、一応まあ やるってこと。リンクを割ってリンクを押して丸がついてたら多分いきます。あ一応まだある。で、あの下の方たちはもうバツになってたから、ポコニャさんとかカズさんとかは。ああ、まあそこはもうすごい、ね、すごいじゃん、パワーが何十万の人たちすぐバツになってた、うん、多分ポコニャさんとカズさんのあれであのちょっとアクセスエラー出たから、うん、アクセスできなくて俺見ようと思ったんだけど、アクセスできすごい人たち、すごい人たちだから、すごい人たちだから、みんな多分まあすごい早く行きたかったんだろうね。はいはいはい、全然早くなっちゃって、でなんだろ最初なんだろう、まあ、確かに、うん、オープンしたばっかりだからと思ったら、うんうん、なんだろうなって見たら、うん、あ僕らの後カズさんとポコニャさんだと思って、うんうん、あこれは、まあ、あとその後ろもいるよね。いたっけどちょっとごめんなさい忘れちゃったんだけど、うんうん、そう。あもうこれはそれそうなるわなと思って。俺も案内してる時に生放送で案内中にリンク踏んだんだけど、うん、あれ入れない、そういうことどうしよう入れないってなって、なんだなんだっつって、うん、よく見たらそんな感じだった。あ、はいはいはい、今多分入る落ち着いてるはずだからね、はいはいはい、アクセスできんじゃないかな、うん、でなんかねその何時かに分かれてるんですよ。1時2時そうそうそう一般、そうそう今が多分一般の期間なんで、もう完全先着順ですね。これも先着順ですよ。そうそうで一般とかでその結構何、うん、落ちちゃった人たち結構いたらしくて、ああそうそうそういたらしい。もう一回やってもらえたら、そうだからもうあダメだったってなって、うん、その来れてない方一番もったいない。あそれはすごい機会損失、俺らにとっても残念だ。残念だよね、だってせっかく会える機会あんのに、でどうするんそれ、どうする困った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 。いや落ち着け大丈夫だからこの動画撮ってんだよ。だからこの動画撮ってんの。あそうなん、今一般販売中で先着順なの でサードブレイクぐらいの今、そう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 ブレイクしてるわけでみんなにね、そうだもしかしたらもう今これ撮ったらねなくなってる可能性ありますけど、一応その、まあ、まずラストのそのラストチャンスありますよっていうその、じゃあこれでちゃんと伝わるわけだね。そうそうそう、だいぶ遅くなっちゃったね。だいぶ遅くなっちゃった。だから俺らもシステムが分かってない。そう分かってないんだよね。あ、あそういうあれなんだっていうね。そう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 、でそれはもう文句言ってましたから。そんなに言ってないけど、ね、ちょっと分かりづらいっすよこれ。そんな言ってない、まあ、いつもお世話になってますするとこはするんだよ、するとかするって。ちょっとこんなことですね。お世話になってます。ちゃんと言ったから。ちゃんとフォローはしてたから大丈夫。言いたいことは言ってフォローしてたから。はい、なのでね。はい、あれでなんだっけ、うん、あれグッズがあんだっけ、はい、あ、そうなの、あれなんかもらえんだか、もらえんだか買うんだか。なんか言ってた、ね、俺らも欲しいやつがあるんですよ。そうだ。そう、俺らも欲しい限定の。なんかあるの、あるでしょ、あるみたいだ。あれ売ってんだっけ、ちょっと忘れちゃったな。何にも分かってないもうね。何にも分かってない。でもあることはあるんだ。そう、何かがか買うのか。買うのかもらえるの、ちょっとそこら辺もらえるのあるもんね、1個。1個もらえるのあります、必ず。なんかあったあった。必ずもらえるのある。そうだ、あったあったあった。あるっつった。そう、必ずその、そこでもらえるのあります。ある。で、なんかもう一個ある。もう一個あるんですけど、販売してんのかどうか。それ販売なのか、あの、来場数、全員なのかはちょっとわかんない。どうも仕組みを把握してない、ね。でも俺はそれめっちゃ欲しい。あ、いいやつだね、きっと、ね。これ言っていいの？いや、
まあいいんじゃない。まあこういうやつです。こういうやつ。あ、これお金みたいな。お金みたいな。こういうやつ、ね。こういうやつ。こういうやつ。こういうやつですね。こういうやつです。よくあるやつだね。そうそう。あれ超欲しいんだよ俺。あれいいんじゃないの。うん、もらえるのかな俺らも。だから来てもらった人限定ってことだね。まあもちろん。限定。みんな限定だって。限定だよ。ぜひ。思い出し限定ね。日曜日空いたら。思い出し限定。来てください。来てもらえるとさらに乗っかるわけですね。じゃあそれがね。ああもちろんもちろん。そうだね。そうそうそう。おお、限定だから。てかそれあるって早く言えばよかった、ね。下手くそなんだよ。でも僕らが悪いのは自分たちがやるちゃん、まあ、本来の企業でやってるんですよ、うん。自分たちが扱ってる商品なのに、うん、全然把握してないのに言ってるっていう問題、ね。ひどいもんですよ僕らは。だから言ったジャパネットさんが何もがこれいいですね。ひどいもんです。これいいですね。把握せずにやってるようなもんだよね。すごいひどいよねマジ本当に。まあまあまあそうね。まあでもねあのきっと楽しいとは思うんでね。いや楽しんでいただけると思います。それはまあ自信ありますから、ね。はい。言っといた方がいい。頑張ります、ね、我々もね、うん、だからねちょっと朝一のポンコツ加減出るかもしれない私がね私がすげえポンコツなこと急に言うかもしれないですまあ、ね、ぜひ来てください。はい、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。はい、そんな感じでーす、はい、だからまだギリギリ多分あるかな、うん、あると思いますね。あれに来たら間に合うと思うんでね。はい、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。お疲れでした。それでは6月24日最高に楽しみましょう。バイバイ。みんな来てねー。